本日のテーマは失敗談や学びターニングポイントです。それでは NC 比嘉さんお願いします。今日も新たにイノベーションよろしくお願いします。今回もですね、前回に引き続きまして沖縄県那覇市で、那覇市出身でですね、格闘技として日本総合格闘技団体パンクラスです、まあ、3階級制覇などをしながらですね、沖縄県那覇市でキックボクシングジムクロスラインや放課後等デイサービスをなどの代表されている砂部光久さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やばい、めっちゃ噛みまくった。言いづくいかないや、あの実はあの前回あの1回目のエンディングでいっちゃんがむっちゃ噛んだっていうところで、あのオフトークでむっちゃ喋ってたっていうのがあったんですけど、すごいやばかった。はい、まあ、今回よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速ですね、まあ、2回目のメインテーマいきたいんですけども、まず失敗談、そちらからいきたいと思うんですけど、まず、砂部さんのこの失敗談ちょっとお聞きしたいんですけど、はい、どういったことが、まあ、あんまり 僕は失敗だと受け取ってないんですけど、はい、今となればまあそれがあったおかげで変われてるなっていうのはこういっぱいあって、うん、まあ、その中でもこう減量ですよね、うん、自分はあの一度54キロの階級から、はい、54キロの階級でチャンピオンになって、はい、52ができるぞってなった時に、はい、本当に落とせるって言われたことがあって、で落とせるかどうかをとりあえずテストしてみなきゃわからないと思って、はい、試合がない時に自分がこうバーって体重を落としていったんですけど、はい、その時多分7キロぐらい落としたんですけど、まあ期間を決めてそれまでにちゃんと7キロは落とせたんですけど、はい、あの体脂肪率とか測ると、はい、もう筋肉だけで落ちてて、うわ、全然だからパフォーマンスが出せない状況で、もうその時筋トレもしてなかったし、はい、プロテインとか飲んだことなかったので、はい、とりあえずこう飯を落として、はい、なんかカロリー高そうなやつだけを取らなきゃいいやと思って落としてたら、はい、本当筋肉だけが落ちるので結果こう体脂肪率が上がるみたいな、はい、すごい悪いものを感じたので、はい、それからこういろいろ勉強して、こう体重を落とすにはどうしたらいいんだとか、筋肉もつけなきゃいけない、プロテインタンパク質も取らなきゃいけないとかっていうことで、はい、まあ、そもそも人間って不要なものって、はい、あの脂肪より筋肉の方が不要なんですよ、生きていく上で、生きていく上で筋肉なんていらないんで、使わないですけど、はい、本当に使わないんでって考えると、人間やばくなったら筋肉から落としていくんですよ、どんどん脂肪は蓄えたまま。でもそれだとこう僕らがやってる種目としてパフォーマンスが出ないので、はい、逆にこう筋肉を残しながら脂肪を落とすって考えると、筋肉を残すためにまあトレーニングをしなきゃいけないのと、あとその筋肉が残る栄養素を取らなきゃいけないってことで、タンパク質をしっかり取るっていうものをやっていけば脂肪が逆に落ちていったので、今はもうあのやりやすくなったんですけど、当時は結構これであの痛い目を見たというか、せっかく落としたのに動けない、やばいな、52キロいけるかなみたいなのがありましたね、はい、あ、じゃあもうその失敗があったから、あの実際その学ぶきっかけになって、はい、っていうことなんですね、はいはい、これ一個すごい自分あの何ですか、すごいなと思ったのがですね、はい、なんかボクシングとか見てると大体階級上げていくじゃないですか、はいはい、こう下げるってなんか怖くないのかなって、それは別にないんですか、上げ下げ、いや、その54から52に下げるときに 怖かったので、はい、あのテスト練習したんですよ、本当に落とせるのか、はい、試合が成立するのかっていうのはあったんで、はい、ただあの初代っていう名前にこだわりたくて、僕アマチュアの頃から、初代のアマチュアのパンクラスで優勝して、はい、で初代のフライ級のチャンピオンになって、まあ、56キロでチャンピオンになって、はい、で新しく54を作るぞってなった時に、それ初代なので、はい、トライさせてくださいって言って54でトライしてチャンピオンになって、はい、で初代また52キロがあるって聞いて、そこまで落としてっていう、まあ言ったらこう3階級制覇っていうのはいるんですけど、初代全部初代を取った人は誰もいなくて、そこにこだわりたかったっていうのはありますね。まあ沖縄からこう先駆者っていうのもあるし、全部自分でこうなんだろうな、開拓してやろうみたいな気持ちはあったので、こだわりまくりましたね。いや、すごいですね。まあ、そんな砂部さんなんですけども、もう学びターニングポイント、まあ、そちらの方も挙げていただいてるんですけども、この、まあ、ターニングポイントとなったその部分というのはどういったことがあるんでしょうか。ターニングポイントはこの
鈴木さんの試合の、はい、を挙げていただいたんですけども、はい、まあ、1993年にファンクラスの旗揚げ戦があって、はい、まあ、それの当時はビデオですよね、はい、ビデオ VHS のビデオを見て、はい、兄貴に見てみろって言って見させてもらって、はい、そこでもう鈴木みのるさんのことを見て、はい、一目惚れしてこの人みたいになりたい、かっこいいって本当に子供がウルトラマンになりたいとか、はい、ゴレンジャーになりたいって言ってるのと一緒で、はい、もうずっとそれがもう二十何年も25年ぐらいかずっと思ってて、いまだに僕の中では鈴木さんはヒーローで、うーん、少しでも近づきたいっていうことでファンクラスっていう競技を始めて、チャンピオンになりたいとか少しでも近くなりたいっていうふうに思いましたね。まあ、鈴木みのるさんはですね、もちろんあの格闘技ご存じない方は、まあ、知らないかなっていう方もいらっしゃると思うんですけど、例えばあのプロレス、新日本プロレスとか、まあ、一番の日本でメジャー団体ですけど、そこでもすごいヒールとして、あのこの盛り上げにすごい卓越してる方で、もちろん技術もすごいし、あのプロレスってこう、あのプロレスファンから怒られるかもしれないですけど、ヒール役になれる人はものすごく頭いい人なんですよ。本当にあえてなってる人って言われてるし、あとは高山さんとか、あの4回目の話出てくると思うんですけど、高山さんとのこの鈴木さんとの親交とか、はい、いろんなそういったところをちょっと、聞いてると、あのなんかつながってくるなと思うんですけど、うん、まあ、そんな、スノベさんなんですけど、実はですね、次回あのいろいろ活動の中で聞いていく中の、まあ、ちょっとここはピックアップしたいなというところで、放課後とデイサービスをちょっとやられてるんですけども、これ実際この始めたきっかけっていうのはどういったことだったんですか？あの始めたきっかけは、はい、自分のスポンサーになっていただいた会社さんが、はい、あの名古屋で放課後とデイサービスをやってるということで、はい、それの夏休みイベントで僕呼ばれたんですね、はい、子どもたちにこう格闘技を教えてくれって言って、うん、で行った時にこう、まあ、放課後とデイサービスって、障害者手帳を持ってないと入れないんですよ、うん、言ったらこう障害認定をされた子じゃないと入れない場所で、うん、言ったらこうレッテルを貼られてる状態というか、うん、でも目の輝きは全然違う、うん、違うっていうか、あのいつ普段のこと変わらないし、うん、でもこう区分分けされるわけじゃないですか、うん、だからそれがなんかすごくなんか違うなと思ってて、うん、あの子たちの こう目を見てると、うんうん、ここにいるからこそ多分スナベが来たっていうのを、うん、沖縄でも作りたいなと思って、うん、で沖縄で、まあ、あの自分の事務生でそのデイサービスを立ち上げるにあたって必要なこう免許を持った方がいたので、うん、その子に声をかけてで立ち上げて、うん、で実際そう自分のデイサービスには、女子プロレスラーのアジャコングさんとか小崎真由美さんとか、はいはい、で今は議員さんになってるんですけど須藤元気さんとかがこう遊びに来てくれて、はい、子供たちとこう楽しい時間を過ごせていて、だから子供たちも須鍋のデイサービスだから小崎さんたちが来たよ、アジャさん来たよみたいな感じで、あの特別な感じを持ってもらえればいいなと思って、それがまあ、自分だからできることかなと思っててですね、はい、それはあの子供たちにいい経験をさせてるなと僕の中で思ってますね。はい、なんかいっちゃんそのデイサービスとかってどんなイメージある？デイサービス、イメージ、一応なんか学童みたいなイメージはあるけど、そんなに詳しくは知らないで、ね、本当に今あのちょっと、まあ、レッテルっていう言葉が出てきたんだけど、うん、どうしても なんていうの、限られた空間になってしまっているっていう部分があって、もちろん預かってるデイサービスさんの責任とかね、親に対して本人に対してっていうのいろいろあるんだけども、その中でやっぱいろんなものに触れるっていうチャンスがやっぱ、はい、なかなか巡り合えないっていうのが、はいはい、あるわけ実際、うん、そこであのそういろんな方と触れるとか社会に触れると一緒だと思うんだけど、それをなんかそのスナブさんがやられてるデイサービスの中ではあるし、でもう一つなんかこれ働いてる方が実際その格闘家の方がいらっしゃったりとか、はいはい、でその方たちがあのやっぱ近くにいるスーパーヒーローみたいになって実際試合をしてるのを見て、なんだろう、スナベさんももともと体が弱かったりとか、はいはい、そうですね、僕も中学の時慢性腎炎って言われて、もう体育の授業を受けなくていいよって言われた状態から、もうすでに格闘技やるって決めてたので、もう先生の前で泣いてお願いだからさせてくださいって言って、でそれでもずっと続けて、まあ、なんとか克服したので今できてるんですけど、はい、そうやってなんかこう
くじけそうになっても、うん、ずっと自分が思い描いてたら何かしらこう形になるよっていうのは子供たちにも伝えたいなと思ってます、うんうん、ですよね。もうなんかご自身でこの壁をどん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 塗り替えたり、うん、飛び越えたりっていうところであの道を突き進んできてるっていうところでそういったデイサービスの中でやっぱり子供たちの目の輝きを失わせないっていう、ね、それが一番大事なのかなっていうことですよね。はい、というところで、まあ、今回はですねあのスノブさんの失敗談であるとか学びターニングポイントをお伺いしていただきました。今回以上です。はい、株式会社クロスライン代表総合格闘家スノブ光久さんへのご連絡先は Facebook、Instagram、Twitter がありますのでスノブ光久で検索お願いします。株式会社クロスラインはグッズも取り揃えていますので YouTube の概要欄にあるクロスラインのホームページをご確認ください。本日は以上になります。 See you!